平身躯の支え釣り込み足は相手が左足を前に踏み出した時にかけます。そこで神長は右へ右へと回って警戒しましたが、平身躯は神長が回り込む余裕をなくしてからかけるといううまい作戦でポイントを取りました。相手の上体を崩し足を支えてからの体のひねりも申し分ありません。